サラサラネバネバって感じですよね。じゃあちょっと、はい、こんにちは、石原スポーツです。皆さんお元気ですか？なんかこの風景は久々の定位置からの動画になります。昨今というか最近やった動画でやっぱり反響が大きいのはローションね。このローリングスの水ベースのローションはなくなっちゃいましたよって言いましたが、今うちで使ってるのはこちらアシックスさんが水って書いておきましたけど、水ベースのローション、それからこちら、ホワイトベアさんのローションが油ベースのローション、最初に、お見せして、まあ、いつも使い方はやってるんで、今日は座学を中心に、それから実験なんかもやってみたいと思いますね。最初にまあローションの方中身をお見せして、それから実験をしたいと思います。どうぞ。はい、それではローション乳化剤ですが、最初にねどんなものか比較してみたいと思います。紙の上に落として見てみましょう。でね、これね、よく振ってから使ってくださいねってね、書いてあるわけですが、やっぱり乳化してても多少ね、分離するんですね。ですから振りまして、どっちからいこうかな。はい、水ベースからいきましょうか。アシックスのやつね。よいしょ。こんな感じでちょっとサラッとしてるかなと思うんですけど、それから次に、ホワイトベアさんのやつ。おお、わかります？ちょっと遠いかな。寄せてみましょうか。よいしょ。はい、どうですか？これ後で触ろうか。サラサラネバネバって感じですよね。じゃあちょっとここも実験ですね。よいしょ。これぐらいかな。紙を立ててみますよ。どれぐらい粘度、サラサラ度、ネバネバ度か違うかね。じゃーん、ほら、わかりますか？水ベースの方はサラサラしてますよね。でオイルベースの方はドロッとしてます。触ってみると、あ、はみ出ちゃったな、わかりますが、こっちはね、ほんと水ですね。こっちはね、なんかなんていうの、ヨーグルトじゃないけどアイスクリームみたいな、アイスクリームを乳化してますからね、アイスクリームみたいな感じです。こんな感じですね。はい、見た目はバッチリな、これ見た目はそういった感じで、違いがね、あると思いますが、これからですね、乳化ということについて実験をしてみたいと思います。どうぞ。下が水で上が油、比重が違いますし反発しますから、分かれてますよね。これ実験です。混ぜてみましょう。はい、乳白色になりましたが、時間計ろうかな。はい、ドン、あれ、いいな。これで見ていきましょうね。反射するかな、こうかな、こうしとく。見える？見えるね。邪魔だな、こうか。36分、もうすぐ37分ですけど、だいたいこう分離しましたね。じゃあ次に、こちらね、いつも見てる、ローション、界面活性剤ってね、どこに書いてある？
ここですね、界面活性剤、これを入れてみましょう。界面活性剤というのはそうです、洗剤、石鹸ですね。はい。どれぐらい入れたらいいかはよくわからないので適当に実験してみましょう。チューッと、このままでいいかね。どうかな、いきますよ。はい、よーいスタート。見えるかな。これ多分洗剤が足りないな。入れてみよっか。ここだけあれだな、乳化したんだな。これでいけるだろう。なかなかな、難しいんだな。よいしょ。これでどうだね。はい、スタート。どうだ？分かった、これ水が多いんじゃないか。下に水が残ってるからな。ちょっと捨ててこよう。はい、余分な水だけ捨ててきました。これでちょうどいい比率になるんじゃないか。またバッテリーが落ちちゃったので、これ3台目です。カメラやっぱり少し分離しますよね。かき混ぜ方が足りないのかな。やってみよっか。あと15分だけ様子見よう。これも15分でバッテリー切れちゃうからな。振り方が足りないんだきっと。あ、こんなもんかな。1分経ったかな。これで15分やってバッテリーが落ちておしまいね。やっぱり分離するよね。そこまではわからない何かの先生じゃないから。ちょっと印してみようか。ここね、この線ね。はい。もうバッテリーがないな。バッテリーたくさん買わないとダメだけど、ないからな。ここやっぱりちょっと分離してますよね。まあでもここは乳化し、あのね、こういうことですね。こう乳化してるっていうのはね、こういうことですね。どうしてこれ分離するところができるかっていうのは、運動具屋のおじさんの限界だな。理科の先生じゃないからな。乳化。今日は実験ここまでです。はい、どうでしたか。面白いです。興味深いですね。最後にまとめで、説明したいと思いますが、モデル図を書いておきましたね。水ベース、油ベース、それぞれねローションがあったわけですが、本来、例えでいきましょうか。水くんと油くんは仲が悪い、絶対交わらないわけですね。ところが界面活性剤、乳化剤くんが出てくることによって、3人揃うと混じるわけですね。水くんと油くんの間に界面活性剤くんが入ると。
どういうふうな違いかっていうと、水が多いか油が多いかっていうふうに考えていいと思いますね。水の中に、水くんの中に油くんが浮いてるか、油くんの中に水くんが浮いてるかと。で、どうして浮けるかというと、油くんの周りには海面活性剤が、水くんの周りには海面活性剤がそれぞれ、粒状で入るわけですね。これが簡単に言うと乳化ですが、水と油が一緒くたになることによって、保湿効果とか汚れ落とし効果とか捕獲効果とか、いろいろですけれども、ものによって違いますが出てくるということになるわけですね。例えて言うと、お母さんの化粧品ですとか、マヨネーズもそうですし、それからバターとかマーガリンとかね、ああいうものも乳化というふうなことで、できているものですね。はい、簡単ですが今日はここまでにして、またね、座学ではなくて実技の方は次回じゃないかもしれないけれども、今後またやっていきたいと思いますね。それでは皆さん、さようなら、さようなら。